違和感漢字探し。誤字を2箇所探す漢字問題が全部で7問です。では始めましょう。第1問、誤字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左上部分の横棒が足りません。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分は人弁ではなく行人弁です。第2問、誤字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。2本の横棒は下の方が長いです。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左下部分は丸く曲げます。第3問、誤字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。下部分は日ではなく目です。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。草冠は上全体にかかります。第4問、誤字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分に立身弁がいります。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分は手辺ではなく牛辺です。第5問、誤字を2つ探してください。
正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右上部分の横棒がいりません。2つ目はここでした。正しくはこちらの字です。青枠部分は右下に曲げて跳ねます。第6問、5字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。下部分は力ではなく刀です。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右上部分は2ではなく5です。第7問、5字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。青枠部分の斜め棒は横棒の下から出ます。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右下部分の横棒は右上に払います。